東北新幹線は東京駅から新青森駅を結ぶ東日本旅客鉄道の高速鉄道路線及びその列車である。首都圏と東北地方を結ぶ交通の動脈であり、山形新幹線や秋田新幹線、北海道新幹線と相互直通運転が実施されている。東北新幹線のうち東京と盛岡市の区間は1971年1月に 全国新幹線鉄道整備法第4条第1項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画により工事された3路線のうちの一つである。同年4月に整備計画が決定され着工された。日本国有鉄道によって建設され、1982年に大宮駅森岡駅間が開業し、1985年3月には、 上野駅大宮駅間が開業した。国鉄分割民営化後、東北新幹線は東日本旅客鉄道の路線となり1991年6月に東京駅上野駅間が開業した。一方、盛岡市青森市の区間は1972年に基本計画が公示され、1973年11月に整備計画が決定された5路線の路線の一つである。 国鉄の財政悪化により建設が一時凍結されたが、1991年に沼区内八戸間が標準起新線、盛岡沼区内間及び八戸青森間が新幹線鉄道直通線として着工された。その後、全区間がフル規格で建設され、2002年12月に盛岡駅八戸駅間が開業し、2010年12月に 八戸駅から新青森駅間が開業した。これにより、東北新幹線は整備計画の決定から39年を経て全線開業となった。2016年3月以降は、北海道新幹線との直通運転も実施されている。全区間が東日本旅客鉄道により運営されているが、整備新幹線として建設された区間は、鉄道建設。 運輸施設整備支援機構が鉄道施設を保有している。寒冷な積雪地域を高速走行するため、車両及び地上設備に冬季対策が施されている。また、開業以来高速化が図られ、2013年のダイヤ改正時より、国内の鉄道の営業運転速度としては、最速の時速3 2 0トル運転が一部区間で行われている。 日本最長の鉄道路線であり、仙台の白石沢駅仙台駅間にある 25.7km の直線区間は、日本最長の線路の直線区間である。ラインカラーは、上越新幹線とともに、JR 東日本のコーポレートカラーとなった緑。駅施設管理、営業業務を除き JR 東日本の新幹線、統括本部が管轄している。駅施設管理、営業業務は、 沿線の死者が行っている。死者ごとの駅の管轄割り当ては以下の通り。かつて JR 東日本の新幹線では、全体の運行管理業務を本社内の新幹線運行本部が統括する一方、補選管理や駅営業業務等の現業機関については、地方支社が新幹線と在来線の双方を一体管理する組織体系をとっていたが、新幹線統括本部の発足により、 各支社は新幹線。途中駅の内大宮駅、仙台駅、森岡駅には全列車が停車する。東京駅森岡駅間における各駅のプラットフォームはフル規格16両編成対応だが、岩手沼区内駅八戸駅間はフル規格12両編成、七戸和田駅以北はフル規格10両編成までしか対応していないため、16両編成が 入線可能な駅の北限は森岡駅である。このため、秋田新幹線の森岡駅や北駅間が悪天候等で区間運休となった場合、森岡駅で足止めされた小町車両は森岡新幹線車両センターへ臨時改装される。また同様の理由で、ミニ新幹線企画車両の停止位置に旅客転落防止目的で設置されるローピング設備は、 岩手沼区内駅北では省略されている。福島駅の山形新幹線発着ホームは14、番線1本のみとなっているため、翼の上下同時発着はできず、かつ分割、併合相手となる山彦は、上りの場合、当駅前後で降り、本線と二度平面交差することとなり、ダイヤ作成上のネックとなっている。森岡駅の秋田新幹線ホームは、 外側の11番線及び14番線を用いる。このため上り、小町は東駅構内北側で、東北新幹線下り本線と平面交差する。森岡駅以北は、沿線人口及び利用客が少ないため、建設費削減の観点からホームを17両対応にする必要は、なしと判断された。現在東該区間を運行する、早草 早手は10両編成のみであるが、2002年開業の森岡駅八の駅間は、臨時列車の入線も考慮して12両編成対応とされた。2010年開業の7ことはだ、新青森両駅はさらに短い10両編成対応に、簡素化されたほか、新青森駅北側にある森岡新幹線車両センター、青森発出への改送線は、単線で建設されたため、 下り階層列車は、北海道新幹線のボリ本線と平面交差する。八戸平を除く森岡駅北の途中駅及び、同駅以南において開業後に増設された各駅は、対比線のない防線駅となっており、ホームには、可動式安全柵が設置されている。東北新幹線では、上越新幹線と同様に、開業時には、在来線とほぼ同様の様式の駅名標が、 設置されていたが、JR 東日本発足後に準自動車標準の駅名表に交換されている。なお、東海道新幹線や山陽新幹線ではそれぞれに独自仕様の駅名表が設置されていたが、東北新幹線及び上越新幹線では独自仕様の駅名表を採用しなかった。東京駅から仙台、盛岡、新青森及び 北海道新幹線の新函館北斗方面には、おおむね1時間に1本の割合で運転されており、さらに、那須塩原、郡山、仙台方面への区間列車が運転されている。停車駅もおおむね固定されているが、時間帯によっては、停車駅が増えたり減ったりする列車もある。全列車が、東京駅を4の倍数の、分に発車し、到着列車も1本を除いて4の倍数の、 くに到着する。現行2016年3月26日現在、号数の振り方2019年3月16日、現在開業当初は、東海道、山陽新幹線に倣って、光に相当する、速達タイプを、山彦、小玉に相当する、各駅停車タイプを、青葉としていた。その後、東北、上越両新幹線の列車名を、 運行区間別とする相性の再編が行われた。まず1995年12月1日のダイヤ改正からは、青葉の内東京駅ナス塩原駅間の近距離列車をナスのとして分離。また1997年3月22日の秋田新幹線開業時のダイヤ改正からは、仙台駅森岡駅間の青葉は秋田新幹線。 小町と並結されることになり、東北新幹線内は従来通り各駅停車で運転されるものの山彦に統合。そして秋田新幹線開業半年後の10月1日のダイヤ改正からは東京駅仙台駅間の青葉が山彦に統合され、青葉の愛称は消滅した。その後2002年12月1日の森岡駅。 八戸駅間延長開業時のダイヤ改正からは、主に東京駅八戸駅間を運行する最速立列車として、早手が新設され、八戸駅から新青森駅間延伸開業後の2011年3月5日からは、早手に代わる東京駅から新青森駅間の最速立列車として、早草が新設された。現在は E5 系の増備により、早手のほとんどが、 はやぶさに置き換えられたが、森岡駅以北のみを運行する区間列車は良い、e、5系であっても、早手の名称を用いている。このように現在は概ね行き先別に列車相性が付されているが、東京駅郡山駅仙台駅の区間では、最速達がはやぶさ、純速達が山彦各駅停車がなすのというように、速度別の要素も含まれている。運行中、はやぶさ、 早草は、主に、東京駅森岡駅、新青森駅、新函館北斗駅間で運行される、東北新幹線最速立列車である。使用車両は、e、E5 系、H5 系。全車指定席。2011年3月5日に最高速度時速 300km への、向上に伴い運行を開始した。運行開始当時の所要時間は、 東京駅から新青森駅間で最短3時間10分であった。その後の高速化の進展により、2021年3月13日時点の所要時間は、東京駅から新青森駅間で最短2時間58分、東京駅仙台駅間で最短1時間30分、最短1時間29分である。速度向上の詳細は遠隔を参照。はや号と、 早草号以外の列車では区間によっては、差額料金が生じる。詳細は、運賃と特急料金を参照。北海道新幹線開業前は、仙台駅から新青森駅間運行の1、往復のみ普通車自由席が設定されていたが、2016年3月26日の北海道新幹線開業後は、これを延長した仙台駅から、 新函館北斗駅間運行の位置往復も含め、全列車が全車指定席となった。現在は最高速度時速 300km 以上で運行する区間を含みかつ、大宮駅仙台駅間のンストップの列車に、早草の愛称が用いられている。はやて、早手、早手は主に森岡駅、新青森駅から新函館北斗駅間で運行される速達列車である。 全車指定席。使用車両は E2 系、E5 系。2002年12月1日の森岡駅、八戸駅間延伸開業と同時に運行開始。大宮駅、仙台駅、森岡駅、八戸駅には全列車が停車する。仙台駅森岡駅から新青森駅間では、時間帯などに応じて列車ごとに停車駅が追加設定される。 2009年3月13日までは、大宮駅も通過する仙台駅東京駅間、ノンストップ運転の列車が上り1本のみ、運転されていた。2014年3月14日までは、東京駅仙台駅、盛岡駅間で、秋田新幹線、小町を併結した16から17両編成で、運転されていた。北海道新幹線開業前は、 森岡駅から新青森駅間の各駅に停車する区間列車も存在し、こちらには普通車自由席が設定されていた。はやぶさ運転開始後、森岡行、山彦の本数が減少したことを受け、仙台駅森岡駅間では、この区間の途中駅に停車する列車で、かつこの区間内を利用する場合に限り、自由席特急券で普通車を利用できるようになった。 2016年3月26日の北海道新幹線開業後は森岡駅、新青森駅から新函館北斗駅間の列車には自由席は設定されなくなり全列車が全車指定席となった。現在は最高速度時速 300km 以上で運行する区間が存在せず、かつ大宮駅仙台駅間ノンストップの列車に早手の愛称が用いられている。 2019年3月16日のダイヤ改正で東京駅森岡駅間の定期列車の設定がなくなった。山彦、山彦は東京駅仙台駅、森岡駅間で運行され、主に上野駅、大宮駅、宇都宮駅、郡山駅、福島駅と仙台駅森岡駅の各駅に停車する純速達列車である。使用車両は E2 系、E5 系、 H5 系。また、一部列車には造血車として E3 系、E6 系が並結される。東京駅仙台駅間の山彦は、東京駅福島駅間で山形新幹線、翼を並結し、日中を中心に白石蔵王駅にも停車する列車と、各駅停車、または白石蔵王駅のみ通過する列車などがある。早朝及び深夜には、那須塩原駅、 郡山駅仙台駅間及び仙台駅森岡駅間の各駅停車区間列車も運行されている。現在は原則として郡山駅北に乗り入れ大宮駅仙台駅間を走行する列車の場合は同区間がノンストップではない列車に山彦の愛称が用いられている。ただし臨時列車で毎週金曜日のみ運行される。 山彦249号は大宮駅仙台駅間をノンストップ運転する。那須の、那須のは東京駅なす塩原駅、郡山駅間で運行される各駅停車列車である。朝の上り252号のみ小山駅東京駅間で運行される。使用車両は E2 系、E5 系。また、一部列車には増結車として E3 系、E6 系が並結される。 主に朝夕の栃木県東京都新館の旅客需要に対応する列車で、日中は山彦と共に東京駅宇都宮駅間利用客の着席機会を増すことを副次的な目的とする。運転開始当初は那須塩原以南のみでの運行であったが、秋田新幹線開業に伴う速達タイプの増加による新白河駅、氷山駅停車列車の減少を補う形で、運行区間が 郡山駅まで延長された。これにより、山彦との乗り継ぎが若干改善された。朝夕は土曜日、休日運休となる列車がある。現在は、郡山駅以南のみの各駅停車の列車に、ナスノの愛称が用いられている。山形新幹線、秋田新幹線直通列車、翼福島駅で接続する山形新幹線に直通する e 系、 翼は山形新幹線直通。使用車両は E3 系、東北新幹線内の最高速度は時速 275km。小町森を駅で接続する秋田新幹線に直通する E6 系、小町、小町は秋田新幹線直通。全車指定席。使用車両は E6 系、東北新幹線内の最高速度は 時速 320km。E6K を使う列車は営業運転開始当初、スーパー小町を名乗っていた。これは、秋田新幹線車両の e 3系から e 6系への置き換えが完了するまでの約1年間、両者の区別をするための過渡的なものであり、最高速度は時速 300km となっていた。2014年3月15日のダイヤ改正で、 E6KA の置き換えが完了した後は、小町へ統一され、最高速度も時速 320km に引き上げられた。廃止された、愛称青葉 MAX 青葉、青葉、m マックス青葉は、1982年6月の大宮暫定、開業時に、速達タイプの森岡発着、山彦に対して、各駅停車タイプの仙台駅発着列車として、登場した。 大宮駅森岡駅間暫定開業時は1日、6往復だったが、上越新幹線が開業した同年11月には1日12往復に増発され、大宮駅那須塩原駅間や那須塩原駅、仙台駅、森岡駅間、仙台駅森岡駅間などの区間列車も登場した。その後増発され、1985年の上野駅、大宮駅間延伸開業時に、 上野駅発着、1991年の東京駅上野駅間延伸開業時に東京駅発着となり、1992年の山形新幹線開業時点では定期列車下り1本と臨時列車が上野駅発着となっている。1994年に2階建て車両 E1 系の導入によりマックスアオバが登場した。しかし、年に 東京駅ナス塩原駅間の列車が、ナスノ、マックスナスノが変更され、青葉、マックス青葉は削減。1997年10月、仙台駅発着の列車は、速達タイプ、各駅タイプ問わずに、山彦となり、青葉が消滅してすべて、山彦、那須ナスノに置き換えられた。マックス山彦、マックスナスノ2階建て車両の E1 系。 E4 系を使用する列車に使われていた愛称。2012年9月29日ダイヤ改正で廃止され E2 系などを使用する山彦、ナスののみとなった。営業車両上機のほかに北陸新幹線用の E7 系が試運転や臨時列車で運転されることがあるが定期列車では運用されない。事業用車両編成記号の S は 系列に関係なく非営業用車両全般に用いられている。400系などの量産先行車も営業運転開始まで S をつけていた。試験用車両を導入予定車両営業車両事業用、車両試験用車両運賃は営業キロに基づいて算出する。東京森岡間の営業キロは対応する在来線である東北本線のものと同一になっている。 森生海北の営業キロは平行在来線が第三セクター鉄道へ移管されたため対応する JR 路線がないことから10キロがそのまま用いられている。特急料金は三角表により各駅間個別に定められている。一方、この各駅間の特急料金は当該区間の営業記録に基づいて算出されたものである。 2019年10月1日改定の営業キロに対応する特急料金及びその他の特定の区間の特急料金は以下の通り。なお、大宮駅森岡駅間については1982年の大宮駅までの暫定開業時、営業キロが 500km をわずかに超えるために特急料金負担増になることが終着駅である森岡で問題となり、当時、 国鉄がこの区間について特例措置を取った経緯から401から 500km 区分の特急料金となっている。全列車に普通車とグリーン車を連結するほか E5 系、H5、e、系を使用する列車にはより上位のグレードであるグランクラス車両も連結する。なお、JR 東日本は二千七年三月のダイヤ改正以降、東北、上越、山形、 秋田の各新幹線及び在来線特急列車のすべてを禁煙車とし、喫煙ルームなども設けていないため、車内での喫煙はできない。東海道新幹線は開業4ヶ月目で雪害の影響により、列車の定時運行ができなくなった。そのため、関連、豪雪地帯を通過する東北、上越新幹線では10年に一度の積雪量に、 対しても正常に運行することを目的に、新幹線雪害対策委員会が設立され、その成果が実際の雪害対策に反映された。東北、上越新幹線では10年以上かけて、沿線の気象調査や技術開発が行われ、沿線の状況に合わせた雪害対策が取られた。東北新幹線沿線は、上越新幹線に比べて、降雪量は少ないものの、 12月から3月の平均気温が摂氏0度未満であることから、年災大積雪芯が30センチメートル以上となる、一関駅森岡駅間に、貯雪き型高架橋が採用された。貯雪式高架橋は、高架橋の軌道面をかさ上げすることで生じた空間に、新幹線車両のスノープラウによって排泄された、線路上の雪を貯めることが可能な構造になっている。 貯雪型高架橋は、森岡駅八の駅間でも採用されている。七戸戸と和田駅付近では予想される最大積雪芯が貯雪能力を上回るため、貯雪量を拡大したポケット式貯雪型高架橋や、高架橋内の降雪を減らすための雪多いを設けた、反、節腹式貯雪型高架橋が新幹線として初めて採用された。積雪量が多いが、 バラスト軌道である北上駅付近及び第二北上川橋梁付近の延長 3.0km は貯雪能力が不足するため山水小雪設備が設けられている。また東京起点 630.44km 以北のトンネル間の明かり区間約 13km にも山水小雪設備が設けられている。この区間は寒冷、多設地帯であるため 上越新幹線で実績のあるスプリンクラーによる山水小説方式の採用が検討され、2000年から2002年にかけて長さ60メートルのモデル高架橋を設置した7個、小説試験場で試験を行った後、2008年度に青森市内に船岡小説試験場として300メートルの本線高架橋を建設し、山水小説試験が行われた。 試験で得られた結果をもとに、七個東和田駅から新青森駅間で酸水消雪システムが導入された。新幹線では高速で列車が走行するため、列車風によって雪が舞い上がり台車等に着雪する。その後気温の高い地域などで雪が落下し、地上設備を損傷させることがある。そのため12月1日から3月31日までの 冬期間にバラストスクリーンを常時設置し、落雪によるバラストの飛散を防止している。また、時速400キロメートルの営業列車からの落雪でも、破損しない、新型のイースト愛知店県地地上市を開発した。また、建設当時に雪害が想定されていなかった大宮、仙台間では、降雪や積雪の状況によっては、除光を行うことで、地上設備の破損を防止する。 分岐器においては雪による転換不良を防止するための対策がなされており、車両からの雪の持ち込みを防ぐために気温が規定値を下回ると作動する融雪マットヒーター、落雪防護枕木、レールを温めて雪を除去する電気温風式融雪器や直接加熱式電気融雪器、可動部に挟まった雪などを高圧の温水で除去する温水噴射式融雪装置が設置されている。 東北新幹線沿線では太平洋沖での地震発生が多いことから地震をいち早く感知して列車を停止させるため沿線に約 20km 間隔で設置された地震計を用いた沿線検知システムに加えて海岸線に約 80km 間隔で設置された地震計を用いた海岸線検知システムが導入された 1982年の開業当時は初期微動を引き起こす P 波を用いた警報が実用段階ではなかったため主要動を引き起こす S 波の加速度の大きさを基準とした警報が導入された。地震計が設置されている場所の加速度が設定値以上になると警報が発せられ、あらかじめ決められた警報範囲で変電所からの起電を停止し列車の非常ブレーキが作動することで 列車防護を行うものであった。1975年から国鉄において、P 波から地震の規模や位置を推定するアルゴリズムの研究が行われ、世界初の P 波警報システムであるユレダスの開発が進められた。ユレダスは1992年に東海道新幹線で導入が開始され、1998年には東北新幹線においても導入された。 揺れ出す導入によって P 波及び S 波の2種類の警報判定が可能になり S 波到達より早く新幹線の停止信号を送ることが可能になったその後最新の観測技術や高速ネットワークに対応し早期探知アルゴリズムを改良した早期地震防災システムが開発された2004年に発生した新潟県中越地震による上越新幹線脱線事故を受けて 新幹線車両が自身などにより脱線した場合でも車両がレールから大きく逸脱することを防止する車両逸脱防止 L 型ガイドを開発し2008年度上期までに全ての新幹線車両に設置を完了したさらにレールの転倒や大幅な移動を防ぎ L 型車両ガイドが有効に機能するようスラブ機同様 バラスト軌道用、男性枕木直結軌道用のレール点灯防止装置を開発し、敷設工事が進められている。JR 東日本は、早期地震検知体制のさらなる強化を図るため、防災科学技術研究所が整備を行っている、日本海溝海底地震津波観測網の地震観測データを新幹線早期地震検知システムに導入することを進めており、 2017年11月より、暴走沖、2019年1月25日より、茨城、福島沖から釧路、青森沖にかけての海底地震計情報が導入された。これにより、従来の検知体制と比較して、最大で約20秒程度の検知時間の短縮が図られるとしている。1969年5月30日に、 新全国総合開発計画が閣議決定された。この中で主要開発事業の構想として、東北新幹線鉄道の建設を早急に行うと、共にと、現在の東北新幹線に相当する新幹線鉄道の建設構想が盛り込まれた。1970年に全国新幹線鉄道整備法が交付された。この法律により、 逼迫する感染の輸送力増強を目的とした東海道・山陽新幹線とは異なり、経済発展や地域の振興を目的とした新幹線の建設が行われるようになった。1971年1月に全館法第5条第1項の規定による建設を開始すべき、新幹線鉄道の路線を定める基本計画により、東北新幹線、上越新幹線、 成田新幹線の基本計画が公示された。この基本計画において、東北新幹線は、東京都を起点に、宇都宮市付近、仙台市付近を主要な経過地として、盛岡市を終点とすることが示された。同年4月1日に3路線の整備計画が決定された。 東北新幹線は最高設計速度時速 260km、建設主体は日本国有鉄道とされた。盛岡海北のルート選定全館法の制定から盛岡海北の整備計画決定までの間、青森県内では八戸市を経由する実際に建設された東回りルートと秋田県大館市、青森県弘前市付近を経由する西回りルートをめぐって激しい誘致合戦が、 繰り広げられた。東回りルートでは、八戸市など南部地方の自治体が岩手県と連携して、東北新幹線太平洋回り、誘致規制同盟会を、西回りルートでは、広崎市など津軽地方の自治体が秋田県と連携して、東北新幹線秋田津軽ルート誘致促進規制会をそれぞれ、結成しそれぞれのルートの優位性を主張したため、政治的課題に発展した。 1972年6月に新たに4路線の基本計画が決定され、7月3日に昭和47年国時第242号によって東北新幹線に基本計画が改正された。この基本計画において東北新幹線は東京都を起点に宇都宮市付近、仙台市付近、盛岡市を主要な経過地として青森市を終点とすることが示された。 これにより、国鉄に対して、ルート調査の指示が出され、整備計画決定に向けて、ルート問題の解決が急がれた。最終的に、青森県は、東北新幹線と日本海沿岸新幹線の2線について、本県内の実現を期するとともに、両線の同時完成を目標に、その建設促進に当たるとする、旨の調停案を作成し、県内の意見統一が図られた。 翌年の1973年11月には、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線、九州新幹線の5路線の整備計画が決定された。東北新幹線は最高設計速度時速 260km、主要な計価値として、八戸市付近が示され、建設主体は日本国有鉄道とされた。 青森市内の駅については、青森駅併設、ヤード地区、石江地区の3案が国鉄側から示され、青森駅併設を求める青森市との議論の末、最終的に石江地区への建設が決まった。1971年10月12日に東京森岡間の工事実施計画の認可申請が行われ、10月14日に認可、11月に 東北新幹線の工事に着手した。開業当初は最高速度時速2 1 0トル12両編成の計画であるが、最高速度時速2 6 0トル大きな手戻りなく16両編成に対応できる建設基準であった。認可時点での計画は、東京駅については、東京駅在来第6、第7ホームを東北新幹線に転用し、2面4線の 東海道新幹線ホームと合わせて4面8線の新幹線ホームとして、この内5線を東北新幹線と東海道新幹線が直通可能な配線にする計画であった。2019年時点においても東京駅構内の東北新幹線と東海道新幹線の線路は完全に分離されている。東京駅を出た後は秋葉原駅付近で地下に入り、岡地町から 上野公園の下を通って、日暮里駅構内で、再び地上に出て、京浜東北線沿いに赤羽まで北上し、北区浮間を経て荒川を渡り、荒川から大宮駅手前にかけては、延長1 0 8トルの南埼玉トンネルを建設する計画であった。大宮森岡間の暫定開業認可時点での完成目標は1976年度であったが、 オイルショック後の経済悪化や国鉄の経営悪化などにより、1977年には完成目標が1980年度に、1981年には完成目標が1986年度に繰り下げられた。1978年6月から1980年6月にかけては新幹線総合試験線としてすでに完成した和紙宮、石橋島、 約4 2 8トルを使用した走行距離約6万8 0 0 0トルに及ぶ試験走行が行われ、騒音、振動対策をはじめ約200項目の技術開発試験が行われた。また、東北新幹線の雪対策設備を実車走行により確認するため、雪対策試験線として1979年冬季に仙台北上間、 1> 約1 1 5ル、m 1980年同期に、仙台森岡間、約1 7 0トルにおいて、体幹、大切対応車両として開発された200系及び925型を使用して、走行距離約5万6 4 0 0トルに及ぶ、試験走行を行った。同年十二月には、東北、上越両新幹線の開業を百八十二年春とし、 仮の始終着駅を大宮駅とすること、大宮上野間の開業を1984年度とし、東京上野間についても引き続き完成に努力することが発表された。1982年6月23日に大宮駅森岡駅間が暫定開業した。上野駅大宮駅間には新幹線リレー号が運行された。東北 上越新幹線反対運動と大宮遺難の開業遅延上の駅大宮駅間を走行する列車東北上越新幹線の建設が開始された1970年代前半は名古屋新幹線訴訟をはじめ先に開業していた東海道山陽新幹線の騒音問題が社会問題化した時期にあたるこのような中で建設が開始された東北上越新幹線の沿線では 東北地方を含めた各地で騒音を懸念しての反対運動が展開された。当初の工事実施計画では、地下方式での建設が予定されていた荒川北岸、大宮駅南側の区間は、軟弱な地質により地盤沈下が懸念されたため、降下方式に変更するとともに、通勤新線を併設するなど、計画の変更がなされた。 そのため、特に都市化の進展しつつあった東京都北区、埼玉県戸田市、浦市、与野市での反対運動は、激化、長期化することとなった。工事用地内への居座りデモ行進、地元説明会が切りなどの妨害行為がなされ、開業時期の遅れや、事業費の肥大化の大きな原因となった。また、住宅密集地を極力避けるため、大宮駅以南のルートでは、 曲線半径600メートルから2000メートルの急カーブが連続し、線形上の制約により、最高速度は時速110キロメートルとなった。このような理由により、東京駅大宮駅間は、新幹線でも約24分かかり、並行する在来線の所要時間と大差がない。このうち埼玉県内の区間では2021年ダイヤ改正より、最高速度が、 時速 110km から時速 130km に引き上げられた。1983年8月には国鉄再建管理委員会の緊急提言により安全対策上やもうえない工事に限って施行するとした方針が示され工事は停滞した。上野延伸と時速 240km か1971年10月の認可時点では東北新幹線は 東京駅在来第6、第7ホームを東北新幹線に転用し、秋葉原駅付近で地下に入り、岡地町から上野公園の下を通って、日暮里駅内で再び地上に出るルートが計画されており、上野に駅を設置する計画は存在しなかった。しかし、東海道新幹線の利用客増加に伴う東京駅の容量不足により、第7ホームは、 東海道新幹線に転用された。これを保管するために上野駅を設置する工事実施計画の変更が行われ、1977年12月に東京森岡観光時計画変更が認可された。東北新幹線の上野駅は深さ約30メートルの地下4階に設けられ、2面4線で折り返し可能な構造で設計された。 1983年3月の役員会において、上野開業時に、東北新幹線の運転速度を時速2 3 0トル程度とする申し合わせが行われた。その後約1年間、大宮森岡間で行われた約27.6万キロメートルに及ぶ時速2 4 0トル走行耐久試験の結果を踏まえて、1984年11月に、 時速 240km の営業運転が決定された。1985年3月14日に上野駅大宮駅間が開業し、最高速度時速 240km 運転を開始した。これにより、大宮駅での新幹線リレー号への乗り換えが不要になり、上野駅森岡駅間の所要時間は最短で2時間45分に短縮された。 国鉄民営化と東京延伸1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い東北新幹線の鉄道施設の保有及び東京上野間の建設は新幹線鉄道保有機構に移管された東日本旅客鉄道は新幹線鉄道保有機構にリース料を支払い鉄道施設を借り受けて運営していたまた東京上野間の実際の工事は 新幹線鉄道保有機構からの委託契約により、JR 東日本により施行された。都心部を通過するルートであり用地買収を極力抑えるため、上の東京間のルートは複雑になっている。東京駅では、第6ホームを東北新幹線に転用し、将来的に東海道新幹線と直通運転可能な構造とした。東京駅を出て、五福橋から、 竜浜橋の間は、都道407号線の中央分離帯に橋脚を設置し、道路の上空半分に高架橋を建設。神田駅付近では在来線高架橋を取り壊した上で、新幹線高架橋を建設した。この高架橋は、新幹線高架橋の上に在来線高架橋を継ぎ足す重層化を考慮した設計がされており、在来線部分は2015年3月に、 上野東京ラインとして開業している。秋葉原駅付近からは25パーミル勾配でおり、地下の上野駅へ向かうが、この区間にある第一上野トンネルでは1990年1月にシールド広報区間の建設中に陥没事故が発生している。1991年6月20日に東京駅上野駅間が開業した。東北上越新幹線で、 東京駅へ向かう場合の在来線の理解が不要となったことにより、所要時間は、東京駅仙台駅間では22分短縮されて1時間44分、東京駅森岡駅間では20分短縮されて2時間36分、東京駅青森駅間では21分、短縮されて4時間54分となった。同年10月に、新幹線鉄道保有機構は、 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律に基づき、東北新幹線及び上越新幹線の鉄道施設を3兆1069億円で JR 東日本に譲渡し、解散した。1988年8月から、大宇本線福島駅山形駅間を今日から新幹線車両が直通可能な標準機に改めきする工事が行われ、 1992年7月1日に山形新幹線、翼として東北新幹線との直通運転を開始した。山形新幹線開業に合わせて新幹線と在来線の双方の規格に対応した400系が導入された。東北、上越新幹線では東海道、山陽新幹線と同様の新幹線運行管理システムなどの 運行管理システムをが用いられていたが、システムの陳腐化や北陸新幹線の開業など、運行形態の複雑化を見据えて、新たなシステムとして、新幹線総合システムを1995年11月に導入した。また、1995年から1997年10月1日の北陸新幹線開業時のダイヤ改正に至るまで、運行体系の見直しによる、 ダイヤ改正が行われた。東北新幹線では開業以来、速達タイプ、山彦と各駅停車タイプ、青葉という列車相性であった。しかし、青葉に比べて山彦の乗車率が高く、仙台駅や森岡駅などの長距離利用客が指定席を取りづらくなっていることや、東京駅宇都宮駅間などの近距離需要の増大に伴い、 運行体系の見直しが行われた。1995年12月のダイヤ改正では、運行区間を基本とした列車相性に変更され、近距離需要を向けに、東京駅那須塩原駅間に、那須野を新設し、遠距離需要を主とする山彦の停車駅を削減した。1992年3月から、田沢湖線森岡駅大曲駅間においても、 同様の改め機構時が、大宇本線大曲り駅や北駅間においては、狂気と標準機の単線並列化工事が行われ、九百九十七年三月二十二日に、秋田新幹線、小町として、東北新幹線との直通運転を開始した。新たな新在直通対応車両として、在来線区間で最高速度時速百三十キロメートル新幹線区間において、 最高速度時速2 7 5トルで走行可能な E3 系が導入された。秋田新幹線開業に合わせて小町と並結する山彦のうち最速タイプの3往復は宇都宮駅森岡駅間で最高速度時速2 7 5トルで走行可能な E2 系が導入された。これにより所要時間は 東京駅森岡駅間で2時間36分から15分、短縮されて最速2時間21分、東京駅や北駅間で開業前の4時間37分から48分、短縮されて3時間49分となった。同年10月1日に北陸新幹線高崎駅長野駅間が開業した。北陸新幹線の乗り入れ開始に伴い、 東京駅の JR 東日本の新幹線ホームが1面2線から2面4線に増設された。東北新幹線では列車名の見直しが行われ、東京駅那須塩原駅間、那須の東京駅仙台、森岡駅間、山彦に統一され、青葉は列車愛称としては廃止された。建設の凍結と運輸省案による整備方針。 国鉄の経営悪化などを背景に1982年9月の臨時行政調査会の基本答申に沿って東北新幹線を含む整備新幹線計画を当面見合わせる閣議決定がなされた。1985年12月に森岡から新青森間の認可申請が行われた。1986年11月には青森市の石江地区に 大雨本線の駅として新青森駅が開業した。国鉄改革や行財政改革の進展、沿線地域の建設促進への強い要望などを背景に、1987年1月に整備新幹線建設の凍結解除が閣議決定され、森岡駅北の東北新幹線の建設に道が開かれた。しかし、建設費を削減するため、いわゆる 運輸省案が考案され、東北区間については以下のような案が検討された。時間短縮効果の高い沼区内八戸間に標準機新線を建設し、盛岡沼区内間及び八戸青森間に狂気に加え標準機を導入する新幹線直通線化をすることで、上の青森間で新幹線による直通運転を行い、所要時間を4時間51分から4時間2分に、 短縮するとした。1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い、1972年の整備計画では国鉄が建設主体とされていた東北新幹線は、日本国有鉄道改革法等施行法の不足により、東日本旅客鉄道が営業主体及び建設主体とされたが、同年9月に施行された。 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引き継ぎに関する法律により東北新幹線の建設は日本鉄道建設公団に引き継がれた九百八十八年八月三十一日の整備新幹線の取扱いについてにおいて整備新幹線着工優先順位が示され一として 北陸新幹線、高崎軽井沢間の標準基新線、なお軽井沢長野間の取り扱いは1998年当期、五輪の開催地決定を考慮して3年以内に結論を出す。1として、高岡金沢間の新幹線企画新線。2として、東北新幹線。3として、九州新幹線。4として、 糸井川魚津間の新幹線企画新線とされた。1989年1月17日の政府、与党申し合わせにおいて、整備新幹線の建設主体などが示された。整備新幹線の事業費は JR、国、沿線の地方自治体の負担とすること。建設主体は、日本鉄道建設公団とし、建設した鉄道施設を公団が JR に、 優勝で貸し付けること。北陸新幹線、高崎軽井沢間を平成元年度から本格的に着工すること、合わせて南高寺推進事業として3トンネルについても平成元年度中に着手することなどが示された。同年6月に南高寺推進事業として沼区内八戸間の岩手トンネルの着工が認可された。1992年に 新幹線鉄道直通線や新幹線鉄道規格新線による暫定整備計画を決定できる要全管法が改正された。1988年の整備新幹線の取扱いについてにおいて優先順位に出会った東北新幹線は1991年8月22日に森岡大森間 193.4km の工事実施計画が認可され、 9月4日に三個トンネルで非公式が行われた。沼区内八戸間は標準基新線、盛岡沼区内間及び八戸青森間は新幹線鉄道直通線であり、1992年7月29日に盛岡市岩手町間及び八戸市青森市間の暫定整備計画が決定された。全区間フル規格化東北新幹線盛岡愛北の工事は、 フル規格とミニ新幹線が混在する形で着工されたが、1988年の政府与党申し合わせにおいては、従来の整備新幹線の整備計画は全て維持されることを前提として、これをその第一歩と位置づける。また、今後、経済社会情勢の変化等を考慮して、5年後に見直すこととする。との文言が盛り込まれていたため、 前線フル企画整備を求める運動が続いた。1994年2月に細川内閣における連立与党申し合わせ及び3大臣申し合わせとして見直し案が示され新たな財源を乱すことを前提として平成9年以降新しい基本スキームを検討しその成案を得ることとする。としていたが同年6月に村山内閣が発足し 亀井運輸大臣が前述の申し合わせの撤回を表明した。これを受けて9月に連立与党整備新幹線検討委員会が発足し、議論が行われた結果、12月の連立与党及び関係大臣申し合わせにより、森岡八戸間を標準期新線に変更し、八戸青森間の暫定整備計画は取り下げることが決定された。前述の合意を踏まえて、 1995年4月に森岡沼区内間の工事実施計画が認可され、森岡八戸間の全区間がフル規格で建設されることになった。1996年1月に橋本内閣が発足すると、連立与党整備新幹線検討委員会が再開され、9月まで議論が行われた。この中では、スーパー特急案、フリーゲージトレイン案なども、 新たに提案されたが、最終的に、12月25日の整備新幹線の取り扱いについて、政府与党合意において、東北新幹線の新規着工区間として、八戸から新青森間の標準基新線が示された。平成8年の合意に基づいて、1998年1月に、政府与党整備新幹線検討委員会における検討結果が公表され、 従来の整備新幹線計画が維持されていることを確認した上で新規着工区間の優先順位が示され、東北新幹線八戸から新青森間、九州新幹線線小屋から新八代間、北陸新幹線長野上越間とされた。同年3月に八戸から新青森間の工事実施計画が追加認可され、新青森駅で非公式が行われた。 全線開業に向けて、青森県では2003年アジア東季競技大会の開催が決定されており、この大会までに森岡八戸間の開業を求めていた。2000年12月18日の整備新幹線の取扱いについて、政府、与党申し合わせにおいて、東北新幹線森岡八戸間については、平成14年末の完成を目指す。 八戸から新青森間については今後おおむね12年後の完成を目指すとされた。2002年12月1日に森岡駅八戸駅間が開業した。また新たな最速立列車として早手の運行を開始した。これにより所要時間は東京駅八戸駅間では37分、短縮されて2時間56分、東京駅青森駅間では28分、 短縮されて3時間59分となった。2003年10月1日に、鉄道建設、運輸施設整備支援機構が設立され、日本鉄道建設公団は解散した。これにより、東北新幹線森岡から新青森間の建設、貸付業務は機構に引き継がれた。2004年12月16日の整備新幹線の取扱いについて、政府、 与党申し合わせにおいて、東北新幹線八戸から新青森間については、平成22年度末の開業を目指すとされた。これにより、開業時期は約2年前倒しされた。2010年12月4日に、八戸駅から新青森駅が開業し、東北新幹線は整備計画決定から39年の歳月を経て全線開通となった。これにより、 東京駅から新青森駅間の所要時間は36分、短縮されて3時間23分となった。東日本大震災による被災と復旧損傷した東北新幹線の河川2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により東北新幹線は大きな被害を受けた。地震発生時には仙台、 森岡市社管内で14本の列車が運行していた。14時46分に管内の海底地震計が基準値を超える地震を感知し、仙台駅古川駅間を約時速 270km で走行していた2本の列車は運転中止基準値18.0回位を超過する12から15秒前に起電停止により自動的に非常ブレーキが作動し緊急停車した。 営業列車に脱線は生じなかったが、仙台駅構内を約時速 72km で走行していた市7932バイト列車の4両目の全台車2軸が脱線した。脱線原因としては、東北地方太平洋沖地震の地震動のうち、高架橋の固有振動数に近い振動が、共振現象により増幅され、その振動が車両に上心ロールを生じさせたことが、 原因とされている。ただし、早期地震検知システムにより、脱線直前に減速されていたことや、車両の逸脱防止ガイドが機能したことで、車両が軌道から大きく逸脱することはなかった。駅間やトンネル内で停車した列車では、飲食物の配布等が行われたが、当日中にすべての対応を行うことは困難な状況であった。その後、 バスで乗客を避難所まで輸送し、翌12日中にはすべての乗客の救済が完了した。広瀬川に架か,かる橋梁上に緊急停止したマックス山彦乗客の救済が完了した区間から新幹線線路設備の点検を開始し、16日に完了した。落橋やトンネルの崩落はなかったが、仙台駅ホームの天井が落下するなど5つの駅が損傷し、 電化柱の損傷が約540箇所、河川の切断が約470箇所、高架橋の橋脚損傷が約100カ所、線路の損傷が約20箇所など、合計で約1200カ所に被害が生じた。新幹線総合車両センターが被災したことで、検測車両が使用できないため、京浜急行電鉄の軌道検測車等を借用して、軌道検測を実施した。 仙台駅構内で停止直前に脱線した市7932バイト列車の撤去作業は3月24日に行われた。設備の損傷の少なかった東京駅、那須塩原駅間は3月15日に運転を再開した。森岡駅から新青森駅間は3月23日再開予定とされていたが、当初の見込みより1日早く3月22日に、 運転を再開した。一関駅森岡駅間は4月8日、再開予定とされていたが、当初の見込みより1日早い4月7日に一部区間所交運転により、運転を再開した。しかし、同日夜に起きた東北地方太平洋沖地震の余震と見られる強い地震により、新たに約550カ所の被害が生じた。復興推進キャンペーンのステッカーを重布した e 京都、と青森デスティネーションキャンペーンのステッカーを調布した E2K4 月12日に、那須塩原駅福島駅間で一部区間除行運転により、運転を再開した。また、同日再開した東北本線福島駅、仙台駅間で、臨時快速列車、新幹線リレー号を上下計16本運転し、首都圏仙台間の鉄道輸送が再開された。 4月25日に東京駅仙台駅間で早出山彦44往復運転により運転を再開した。また、東北本線仙台駅一ノ関駅で臨時快速列車6往復の運転を開始した。4月29日に東北新幹線は全線で運転を再開し、東京駅仙台駅間で上下108本、東京駅盛岡駅間で上下57本。 東京駅から新青森駅間で上下29本を運行した。全線運転再開に合わせて、つなげよう、日本、頑張ろう日本、頑張ろう東北のステッカーを貼って運転された。また、はやぶさが東京駅から新青森駅間で1往復、東京駅仙台駅で1往復運転され、グランクラス料金の一部は、被災地復興支援の義援金として寄付された。 運転再開当日は、仙台市地下鉄南北線の全線開通や、東北楽天ゴールデンイーグルスベガルタ仙台 VS、浦和レッズ船の本拠地初戦の開催と重なったことから、仙台市の市民ボランティアのツイッターでの呼びかけにより、九州新幹線開業 CM をもとに、通過する列車を沿線で手を振って、迎えようというプロジェクトが企画され、当日は沿線で多くの人が、 列車に向かって手を振る様子が見られ、この模様が YouTube やニコニコ動画などで配信された。全線運転再開後も那須塩原駅、盛岡駅間では助行運転による暫定ダイヤでの運転が継続されたが、7月9日に那須塩原駅福島駅間及び一ノ関駅盛岡駅間で9月23日には全区間で速度規制が解除され、約半年ぶりに 震災前の所定ダイヤでの運転が可能になった。時速3 0 0トル以上の高速化2005年6月から E954 型、2006年4月から新、在直通対応の E955 型による試験走行が開始され、地上設備と車両に関して様々な試験が行われた。その結果を踏まえて2007年7月に、 東北新幹線時速3 2 0トル化が決定された。時速3 2 0トル運転に向けて、地上設備では2008年度から2012年度にかけて対策工事が行われ、騒音対策として防音壁のかさ上げや、騒音低減装置、側壁吸音板の設置、トンネル引き圧波対策として、干渉工の新設、延伸。 コンクリート下駄のたわみ低減対策、通過時の駅構造物への圧力変動対策として、一関駅、水田区江差市駅、新花巻駅で改修工事が行われた。車両面では、時速 320km 運転が可能な e 5系及び e 5系と並結し、時速 320km 走行が可能で新、在直通車両である e 6系が開発された。 2011年3月5日のダイヤ改正では E5 系が導入され JR 東日本では初めて宇都宮駅森岡駅間で最高速度時速 300km 運転を行うはやぶさ3往復が運転を開始したこれにより所要時間は最短で東京駅森岡駅間が2時間20分東京駅から新青森駅間が3時間10分となった 2013年3月16日のダイヤ改正では E5 系単独編成の早草において宇都宮駅森岡駅間で国内最速となる最高速度時速 320km での運転を開始した。所要時間は最短で東京駅森岡駅間が2時間10分、東京駅から新青森駅間が2時間59分となった。また、 E5 系と E6 系の並結編成、はやぶさ、スーパー小町での最高速度時速 300km 運転を開始した。2014年3月15日のダイヤ改正では、秋田新幹線の車両が新型車両の E6 系に統一されたことで、はやぶさ、小町のすべての並結編成において、宇都宮駅、森岡駅間の最高速度が時速 320km に引き上げられた。 これにより、東京駅や北駅間の所要時間は8分、短縮されて、最速で3時間37分、下り平均で12分短縮されて3時間47分となった。また、すべての、はやぶさが、時速320キロメートル運転となったことで、所要時間は、東京駅から新青森駅間の下り平均で9分、短縮されて3時間14分となった。 2021年3月13日のダイヤ改正では上野駅大宮駅間の内埼玉県内の区間において最高速度を時速 110km から時速 130km に引き上げたこの区間では2018年5月下旬からおおむね2年程度をかけ急音板設置や防音壁かさ上げといった騒音対策等の地上設備の工事が行われたこれにより 同区間において所要時間が1分程度短縮された。整備新幹線として建設された森岡から新青森間の最高速度は1973年の整備計画に基づき時速 260km とされているが JR 東日本はこの区間についても最高速度を時速 320km に引き上げる計画を発表している。詳細は今後の見通しを参照。 国鉄時代開業前、国鉄時代開業後 JR 東日本発足後、八戸延伸午前線開業後東北新幹線の開業、延伸は後日のように、競合する在来線特急及び、羽田空港と東北各空港を結ぶ、航空路線の廃止や減便、盛岡駅北の並行在来線の第三セクター鉄道移管、高速バスとの乗客争奪など、 他の公共交通機関に大きな影響を与えた。首都圏青森首都圏青森県間の公共交通機関分担率の変化は、盛岡駅北開業前の2000年度は、航空が54%と最も多く、JR39%、乗り合いバス7%であったが、盛岡駅八の平期間開業後の2003年度は、JR63%、 航空31%、乗り合いバス5%と鉄道と航空の分担率が逆転し、全線開業後の2012年度は JR78%、航空21%、乗り合いバス2%と鉄道がさらに増加した。首都圏青森県間の運行本数の変化は、森岡駅北開業前の2000年は航空8本、航空4本、鉄道13本、 高速バス1本であったが、2003年には、鉄道が15本に増加、航空は青森便8本、三沢便3本に減少し、高速バス1本と横ばいで、翌2004年に青森便は6本に減少している。2012年は、鉄道が17本に増加し、航空は青森便6本、三沢便3本を維持しており、高速バスは7本に増加した。 航空座席数は2000年では、青森便が150万席、三沢便が76万席であったが、東北新幹線時速 320km 運転開始後の2014年には、青森便で72万席、三沢便で28万席と大きく減少している。宮城青森宮城県青森県間の公共交通機関分担率の変化は、森岡駅北開業前の2000年度は、 JR79%、乗り合いバス21%であったが、森岡駅八戸駅間開業後の2003年度は JR78%、乗り合いバス22%と横ばいで、全線開業後の2012年度は JR90%、乗り合いバス10%と鉄道が増加した。岩手青森岩手県青森県間の公共交通機関分担率の変化は、 森岡以北開業前の2000年度は JR60%、乗り合いバス40%であったが、森岡駅八戸駅間開業後の2003年度は JR65%、乗り合いバス35%と鉄道が微増し、全線開業後の2012年度は JR85%、乗り合いバス15%と鉄道がさらに増加した。 整備新幹線として建設された区間では、新幹線開業後に並行在来線の JR からの経営分離が行われた。2002年の盛岡駅八戸駅間開業時に、東北本線盛岡駅八戸駅間が、2010年の八戸駅から新青森駅間開業時に、東北本線八戸駅青森駅間が、県域ごとに設立された。岩手県内の盛岡駅、 目時駅間は IGR 岩手銀河鉄道が岩手銀河鉄道線として運行している。青森県内の目時駅青森駅間は青森県が第三種鉄道事業者として鉄道施設を保有し、青い森鉄道が第二種鉄道事業者として青い森鉄道線として運行している。区間ごとの平均通過人員は以下の通りである。 整備新幹線として建設された森岡駅から新青森駅間の最高速度は1973年の整備計画に基づき時速 260km とされているが1993年以降に計画された整備新幹線では施行後の変更が困難な緩和曲線と縦曲線について対応可能な範囲で時速 360km で走行可能な線形を確保している 2020年10月に JR 東日本はこの区間の最高速度を現行の時速 260km から時速 320km に引き上げる計画を発表した。主な地上設備工事の内容としては吸音板の設置が計 1.3km、防音壁の重上げが計 3.6km、トンネル間昇降の延伸が計24箇所で、 工事期間は2020年10月から、おおむね7年程度である。これにより、最大5分程度の時間短縮が見込まれる。JR 東日本グループ経営ビジョン、変革2027における、次世代新幹線開発の試験車両として、E956 型による試験走行を2019年5月から2022年3月にかけて行う。試験走行は、 仙台から新青森間を中心に行われ、車両性能試験のため数回程度最高速度時速 400km の走行試験を行うほか、最高速度時速 360km までの走行が予定されている。東北新幹線東京駅森岡駅間及び上越新幹線大宮駅新潟駅間は開業後30年以上経過し、将来的に 総額1兆円程度の費用を要する大規模改修が必要であると見込まれることから、国土交通省は2015年12月に、全館法第15条第1項の規定に基づいて、東日本旅客鉄道を所有営業主体に指定した。これを受けて、JR 東日本は、翌年2月に、新幹線鉄道大規模改修引き当金積み立て、計画を提出した。 2016年4月から2031年3月までの15年間に3600億円の引き当て金を積み立て、2031年4月から2041年3月までの10年間に1兆406億円の大規模回収を行う計画である。国土交通省はこの計画を同年3月に承認した。東北新幹線のレール交換は、 累計通貨トン数8億トンを基準に行われる。東京大宮間の年間通貨トン数は4400万トンであり、すでに人力による交換が行われている。大宮小山間の年間通貨トン数は約2400万トンであり、開業以来使用してきたレールが2021年度に交換期限に達する見込みである。そのため、2017年2月から10年間かけて、 大宮氷山間の上下線、約 388km のレールを交換する計画である。拠点は使用する無溶接1 5 0ルレールを北九州市から直接貨物輸送が可能な保守基地が条件となるため、最初の4年間は和紙宮保守基地、次の4年間は那須保守基地とする。これに合わせて JR 東日本ではレールの運搬、積み下ろし、交換、 溶接を一つのシステムで行うことができる新幹線レール交換システムを導入した。東北上越新幹線の河川としては主にコンパウンド河川が用いられていたが JR 東日本と鉄道総合技術研究所は従来よりも設備点数が少なく高速化にも対応した高速シンプル河川を共同開発した。東北新幹線では2020年度以降に 上野駅大宮駅間、古川駅森岡駅間に導入する計画である。整備新幹線で導入されている PHC トロリ線などを採用し、整備新幹線用のシンプル河川の総長力より高い 53.9KN にすることで2020年時点での新幹線営業最高速度である時速 320km に対応している。さらなる高速化を図る場合、 高強度かつ軽量なトロリ線を採用することで最高速度時速 360km にも対応可能とされている。今後、北海道、北陸の各新幹線が延伸、全通すればさらなる運行本数増加が予想され、大宮駅東京駅間及び東京駅の線路容量が逼迫するとして大宮駅から新宿駅へ乗り入れる別線を建設すべきとの意見や、 上野、大宮駅発着の列車を増発するべきという意見、東京駅高崎駅間で上越新幹線と北陸新幹線を並結運転させるという意見もある。現在、ピーク時の大宮駅東京駅間の運行本数は開業時から年々増えており、この区間が運行上の大きなボトルネックになっている。なお、 新宿駅大宮駅間の別線の件については近い将来のレベルでの完成は現実的ではないことから2008年11月27日に開催された民主党の整備新幹線を推進する議員の会において JR 東日本の担当者から2014年度の北陸新幹線金沢開業及び2015年度の北海道新幹線新函館北斗開業後における ピーク時の輸送には、大宮駅始発にの列車を一部設定することにより、輸送分散を図るという案が、JR 東日本の見解として提示された。大宮駅の所在地である、埼玉市も、新幹線の大宮駅発着の設定による増発を2015年度から、姿政方針として掲げ、国に要望している。JR 東日本社長の富田哲郎は、北陸新幹線を走る、 輝きの増発を利用状況に応じて行う際、新幹線の乗り入れが集中する繁忙期には、上野駅とともに大宮駅を発着とする臨時列車も選択肢に入るとしている。なお、東北新幹線では2017年7月と9月に初めて大宮駅始発終着となる臨時、はやぶさが運行され、北陸新幹線では2018年3月からは、 上野終着の現時点では東京駅で東海道新幹線と東北新幹線の線路が接続されていないため東海道、山陽新幹線との直通運転は物理的に不可能である。1970年2月全国新幹線整備法の成立に先立って新幹線の建設、運行に関する調査と審議を行う。 新幹線建設委員会が設置され、1971年7月までの審議において、東北上越新幹線については、東海道新幹線とターミナルを共用し、直通運転を図るべきとされた。後に直通運転が可能な復習波数に対応した車両である試作電車が開発され、開業前の産業及び東北新幹線で試験運転を行っている。 しかし、1982年に、大宮駅森岡駅間で暫定開業した東北新幹線は、大宮駅以南の建設に時間がかかり、東海道新幹線と接続する東京駅への乗り入れは1991年までずれ込んだ。その間の1987年には、国鉄分割民営化により、東北新幹線は、JR 東日本、東海道新幹線は、 東海旅客鉄道の管轄に分かれたことで、乗り入れに関する意思を統一することが困難となり、直通運転の構想は立ち消えとなった。他にも再三性の問題や電源周波数、保安装置などの相違やダイヤ編成の困難さ、東北新幹線内で遅延が発生した際の東海道新幹線への影響など、直通運転の実現へ向けて生じる課題は多く、山積する課題を クリアしてまで実現させるほどのメリットはないとの見方が示されている。通過する自治体。ありがとうございます。